はい、皆さんこんにちは、メガミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、では前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずカスタマイズですね。技の強化で、まあ、A クラスの威力がある技をちょっとみんな3段階ずつ鍛えました。まあ、これでどれくらい威力が上がるのかはわからないですけども、まあ、やっぱり威力の高いものは頻繁に使うんで、これでまた少し戦闘は楽になるのかなちょっとわからん。ということで、じゃあ第18話に進んでいきましょう。おお、なかなか広いな。やれやれ、やっと一息つけるな。うまく戻れたのか、レイジさんよ。揺らぎを抜けたのは間違いない。ここはゴッドイーターたちとは違う時代だ。リュウたちが来た場所か。リュウさんとケンさんはどちらから来たんでしたっけ。ニューヨークのマンハッタンさ。つまり今はマンハッタン上空ってことか。金の鎖が出てるんだったな。シャドルの連中よりも先に現場を押さえたいとこだが、状況はどうなっている。空からじゃなくて窓から見てみな。そこのモニターでも外の様子はわかるぜ。いきなりさ、でも龍騎1号がさ、こんな空に浮かんでたらさ領海侵犯じゃん。領海じゃね、領空か。そこの飛行機止まりなさい、目的を告げなさいって言われるよ。ほんと巨人の腕から見下ろしてるみたい。すごい街だ、マンハッタンだよ。荒髪に食われた跡もない。ニューヨークに戻ってこれたようだな。例の鎖、ここからでは確認できんな。皆さん、スペース探知機がエネルギー反応を感知しました。相変わらずの便利だな。これはすごいすごい反応です。金の鎖か。違います、踊りエネルギーです。バカにしているのか。踊ることによって生まれるエネルギーのことさ。我々の時代では実用化されているよ。それは運動エネルギーを利用したという意味ですか。風力発電のような。踊りエネルギーだ、正式名称なんだ。それがどうして現代のニューヨークに。場所はどこですか。座標を特定、算出しますか。ああ、調べた方がいいだろうね。博士に伝えよう。聞いての通りだ、博士。降りられそうか。それは問題ないけど、気になるのね、少し、この街が。何かあるのですか。まさか敵がどこかに。それはわからないけど、地形が一致しないのよ、割と。どういうことだ、ここはニューヨークではないと。現代のニューヨークとデータが合わないのよ、厳密に言うと。つまり合うデータはあるということか。そう、龍騎1号のデータベースには過去100年くらいまでの各国のデータがあるの。そこで合致したのが1930年頃のものなのよ。1930年。ニューヨークはニューヨークでも時代が違うっていうの。まったく、なんてこった。ただでさえなんとかエネルギーの話とかあるのによ。踊りエネルギーよ、未来のエネルギー源、興味あるかでね。少し着陸して調べてみましょうか。エネルギー問題解決の糸口にもなるかもしれないし、本格的に。え、ここでそんな重い問題に切り込んでいくんですか。ホツマ、主の影の前を見せる時が来たようじゃな。不必要に使うものではない。踊りというならマネマネ師匠に頼んでみようかな。クリスティに協力してもらえればかなりのエネルギーが稼げるかも。相手を無理やり踊らせた上で燃やす技なら知り合いの子が使えるけど。最後のはダメだろ。今はもっと身近な問題を解決すべきだな。降下してくれ、博士。了解よ、レイジ君。その踊りエネルギーの近くに降りましょう、すぐに。おお、こいつらか。ここがそうか。確かに高い踊りエネルギーを感じる。ではこの場所を制圧するとしよう。邪魔するものは踊らせる。そこまでよ。勝手なショーはさせないからね。何？これはさくらくんじゃないか。帝国歌劇団新宮寺さくら参ります。ニューヨーク歌劇団ジェミニサンライズ三条塚祭り。この建物の関係者か。お騒がせする。ここはどのような場所なのかな、お嬢さん方。ここはリトルリップシアター、ニューヨークマンハッタン最大の劇場だよ。ちょっと相手の正体もわからないのに素直に答えちゃダメよ、ジェミニー。あなた何者なの。これは失礼をした。私は踊り団行動隊長シャドウ。踊り団、ダンシングチームってこと。このシアターで働きたいのかな。邪悪な感じはしない。でも一般の人とはとても思えないわ
一般人がさ、こんな真っ黒いスーツみたいなの着てたら怪しすぎるだろ。ほう、君たちから強い踊りエネルギーを感じる。君たちの方こそ素人ではないな。踊りエネルギー？オフコース、なんたって歌劇団のスターだからね。ジェミニ、得意になる前に聞くことがあるでしょう。シャドウさんと言いましたね。何が目的ですか？簡単に言えば、ここの建物を踊り団に提供していただきたい。What？ 急に何？そんなことできるわけないよ。この町で最も強い踊りエネルギーが集まっているのがこの建物でね。こちらの世界で活動する上で拠点が必要なのだよ。踊りエネルギーに満ちたこの場所こそ踊り団にふさわしい。そんな勝手な理由でリトルリップシアターは明け渡さないよ。こちらの世界で活動する？もしかしてこのシャドウという人は。ならば君たちを踊らせてでもいただくとしよう。僕らは僕らの意志で踊るよ。シアターを守るためにね。く、星組のみんなが金の鎖を調べているときに。ジェミニ、みんなが戻るまでの辛抱よ。頑張りましょう。イエスサー。まずはこいつらか。あ、地面から飛び出す復縁砲ヒエイに隣接していると2ラウンドに1度火炎ダメージを受けるので注意しよう。箱があるな。これは多分壊せるな。やっぱり宝箱的なものは、箱か。あそこなんか置いてあんな。この木箱が宝箱かな。そうするととりあえずさくらで。おお、スタミナンロイヤルを入手した。まあいいかな。ちょっと多勢に無勢だし。こいつらはでも弱いな。3100しかない。おお、来た。ここに例の踊りエネルギーが集まっているの？間違いありません。おい、何か騒ぎが起こってないか？やり合ってる連中がいるな。おいおい、戦闘中に敵に背を向けんのか。お前は、あなたたちは、さくら、新宮寺さくらか。それにあっちのカウボーイハットは。オーマイガー、見たことある人たちが。君たちがいるということは、ここは現代のニューヨークじゃないのか。え、ここはニューヨークだけど。そうじゃないわ、ジェミニ。ここはあなた方の時代ではありません。ニューヨーク違いかよ、なんてこった。街のデータが古いっていうのはこういうことか。あの娘たちと知り合いのようだが、心当たりがあるのか。彼らは大正時代、俺たちの世界とは似て異なる過去の住人だ。以前の戦いで一緒だったのよ。今回は私たちがその世界に迷い込んだらしいわね。ほほう、ここにたどり着いたか。スペースチャンネル5。シャドウ、踊り団がどうしてこんなところに。ふふふ、さあどうしてかな。踊りエネルギーがどうしてと思ったら、ここは私たちの時代とつながっているのね。これは始まりに過ぎない。まだまだこれからだ。これ以上異なる世界や時代に迷惑をかけるものではないな、踊り団。それも例のものが見つかるまでの話。君たちが邪魔しなければよいのだよ。ウイルスがどうとかいう話か。その話、詳しく聞かせてもらうぞ、シャドウ。よかろう、何が何でも。踊りで勝負。先ほどの踊りエネルギーの話ですね。具体的にはどうしたらいいのでしょうか。普通に戦えばそれが踊りになるんだとよ。なんじゃ、わしの腰のうねりを見せてやろうと思っとったが、普通でいいんじゃな。面白そうなことになってるじゃないさ。僕が手を貸してやろうか。何？誰だ？久しぶりだね、ジェミニサンライズ。そんな、お前は。なんです、ウサギ？ウサギっていうと、どうもクセモノってイメージが。当たってるわよ、シャオユーちゃん。この容器、ただの人間ではないよね。森蘭丸、そんな、お前はあの戦いで。森蘭丸、どこかで聞いたような、確か学校の授業で。16世紀後期の日本に実在した武将の名だ。主君の方が認知されているかな。有名な戦国武将、そいつはまさか覇王織田信長。本当に
織田信長なのか。ちょっと待てよ、なんでそんな昔の人間が。驚くことでもない、俺たちと一緒にいる夏もその時代の人間だ。信長なんて私が生まれる10年も前に死んでるっつーの。ジミニー、間違いないの？あの子供がかつてニューヨークに現れた魔人だというのは。うん、見間違えるはずがないよ。あいつはランマルだ。なんだジミニー、あまり嬉しそうじゃないね。せっかく蘇ったっていうのにさ。様々な世界で倒したはずの相手がどうなっているのでしょう。他のことなんて知らないよ。ただ起こり得るんだよ。世界で最も大きく、世界で最も混沌に満ちた街、このニューヨークならばさ。織田信長もか。おりゃなんか地雷踏んだんとちゃうか。信長は蘇っとらんのやな。この世界には王が必要だっていうの。再び世を乱世にし、その戦に勝利した王がね。一人の覇王が支配してこそ民草を導ける。それが主の夢、それが乱世の夢。それを怪我した罪は重いんだよ。戦乱の世なんて作らせないよ。そんなの全然ハッピーじゃない。だがその信長はいないようじゃの。貴様がそれを受け継ぐのか。復活できたのは僕たちだけさ。でもね、方法はあるんだよ。復活の方法？覇王の剣の破片、ここにあるんだろ。あれを渡してもらおうか、さっさとね。覇王の剣なんじゃ。いろいろとネタが多すぎて何を言おうか迷うくらいの名前じゃな。何かしらの力を持つ剣。ジェミニさん、なんだか知ってるんですか。信長の魂が封じてあったソードだよ。昔はメトロポリタン美術館に保管してあったんだけど。なるほど、今はこのシアターにあるってことか。信長様の魂を再びこの世に呼び戻すため、あの剣の力が必要なのさ。だからこの場所は僕たちに明け渡してもらうよ。なるほど、君はこのシアターそのものには用はないということか。剣の破片さえ手に入ればいいのさ。あとは好きにしなよ。覇王の剣も欲しいって言うなら相手になってやるけど、無用な争いをするつもりはない。建物の占拠に協力してくれるならそれでいい。じゃあ始めるよ。まずはこいつらとしばらく遊んでな。兵隊を出してきたか。さくらさん、あれってパリの怪人が使っていた蒸気銃。何丸、あなたそれをどこで。いいじゃないか、復活した者同士手を組んでもさ。復活したのはニューヨークの魔人だけじゃないということ。まさかパリの狼さんたちが危ない。僕は少し見物させてもらおうとしようかな。おお、ワープした。これでさ、劇場内に入り込めばいいのに。織田信長ねえ、もう何でもありになってきてない。信長は怪物で、真の黒幕は乱丸っちゅうパターンか。レイジ、主の妖刀で切り捨てちゃれい。言われなくてもそうするさ。放っておける状況じゃない。このビルを占拠するって割には様子見をしているのが気になるな。ああ、まだ何か企んでいるはずだ。あまりシアターから離れない方が良さそうだな。なるほど。さて、出撃メンバーはちょっと見とかないとね。最近全員出れないから。バイオハザード組が出れないな。ちょっと、バイオハザード組は出す。おーっとっと、ストライダー飛竜が出てないじゃないか。とりあえずコスト交換。あとは主人公も外されてんな。じゃあここ竜と剣ちょっと出したい気もしたけど、まあメンツ的にはこれかな。 OK、 じゃあこれでいきましょう。ラウンド2。おお、なんか炎が出てる。これに当たっちゃダメってことね。まず箱を回収しよう。ミックス組。コスモス4歩しかないからな。そうすると、ダンテを派遣するか、上に。で、こっちは、ストライダー飛竜で回収しよう。サクラをどうするかな。こっちの部隊に合流させよう。で、こいつらは、
うん、まあ横一列で行くか。やりましょう。始めるぞ。あの箱もストライダー飛竜に回収させるか。行くぞ。よし。OK。倒せるときに倒す。なめる。うん、ヒットポイントは全然ないな。小さこれ当たってんの全部。当たってるな一応。レベル16、高いな。またなんか出てくるか。待たせたな。ここで俺様が登場である。なんだこのドクロ野郎。ドクロボ、あの時爆発したはずなのに。もしかしてなんで人間が爆発するんだ。人間かどうかちょっと分かんないけど。復活してるのかなあの頭。確かに頭に刀が刺さってる。これは五穀無双の名刀である。おかげで頭が冴えるのである。なるほど、最高に甲斐ってやつじゃな。脳はどうなっとるんじゃ。鍛えておるから平気なのである。無駄話はやめな。遅いんだよ、何やってたのさ。今回の城攻め考えがある。俺様の知略がうなりを上げるのである。そんなタイプには見えんがな。筋肉以外にもちゃんと中身は詰まってんのか。なんというか空っぽ。むきー、このドクロ坊様になんという暴言、許さんのである。いでよコーマ。おお、あれで召喚してんのか。てかあれってさ、さっきから置いてあったよね。そんな、パリだけじゃなくニューヨークにまでコーマが。ドクロ坊、そのコーマどこから連れてきたんだ。企業秘密なのであるが。まったく、そこら中でおかしなことが起きてやがるな。金の鎖に関係があるのかしら。あの鎖、この時代のニューヨークにも現れたのか。上空からは確認できなかったが。それが消えちゃったんだよね。今ニューヨーク歌劇団で手分けして調べてるんだけど。ここに限らず、倒した敵の復活は金の鎖に関係あるみたい。その鎖が消えたということは、オーマもここに。こいつさ、高みの見物してた意味なくねえか。何をこそこそと話しているんだ。そろそろ本気で行くよ。ドクロボ、例のやつはどうなってんのさ。すでに準備万端なのである。このようにだ。おお、ヒャッハー、ザベル・ザ・ロック華麗に登場だぜ。ザベル、あなたこんなところで何をやっているの。この男、なかなか見どころがある。織田軍にぜひとも欲しい逸材なのである。そうか。キャッハー、同じドクロ同士だしな。ルイは友を呼ぶって本当なのね。は、脳みそ腐ってる同士ってことか。ザベル、貴様がいるということはパイロンもこの町にいるのか。さあな、ここにはいねえよ。金の鎖がなくなっちまったこの町にはな。金の鎖がある町にはいるということかな。この世界で他に鎖が現れている場所は。他は、あ、パリに。今は大神総司令とエリカさんが向かっているよ。ランマルはパリの怪人が使っていた蒸気銃を連れてきてる。つまり、ええ、そっちも危ないわね。ここを切り抜けて確認した方がいいわ。そうはいかねえな、こんな手を考えてるんだよ。何この感じ、デビルか。おお、いっぱい出てきた。ふむ、悪魔じゃのう。あの担いどるのはもしかして。ああ、爆弾だ。やつら本気のようだな。本気も本気、大本気。俺様の知略で何もかも粉々である。粉々にするんじゃないよ。覇王の剣が吹き飛んだらどうするのさ。踊りエネルギーが散ってしまう。愚かな行為はやめてもらおう。ぐ、心配は無用だ。壁に穴開けるくらいにしといてやるぜ。あとはそこからなだれ込めば OK だろうがよ。そういうことなのである。作戦は綿密に、行動は大胆に。
これが俺様の心情ならば我ら踊り団は構わない。早いところ片付けてしまおう。ドクロ棒、穴を開けた後は例のものを使いな。魔性門であるな。合点承知なのである。魔性門、名前からして何かを呼び出すものみたい。これ以上あんな危ない連中を送り込まれたらたまらないんだけど。一気に突っ込んでぶっ壊した方がええんとちゃうか。ダメよ、それじゃシアターが守れないわ。だがこのままでは。へえ、これが魔性門ってやつなのね。その通りなのである。この門からは妖魔どもがどっかんどっかん。門なのこれ、うん、お前は何者であるか。誰でもいいじゃない。ちょっと道に迷っちゃったのよ。どこから入り込んだんだよ。邪魔者は片付けない。ドクロボ、ふざけないで。私が誰なのか確かめもしないでどういうつもり。あなたそんな図体をして道に迷った女一人まともに扱えないのかしら。気性の荒い女子であるな。ちょっとタイプである。気性の荒い女子はね、俺は好きじゃないっすね。女性はおしとやか。確か遠征圏で。はい、ハイチェンか。どうしてこんなところに。それはこっちのセリフよ、アキラ。そっちは団体じゃない。お主はどうしてここに。映画の撮影でマンハッタンまで来たんだけど、変な金の鎖が現れたのよ。避難することになったんだけど、スタッフとはぐれるし街は見慣れないしで困ってたのよね。なるほど、俳優も大変だな。ところで俺たちも困ってるんだが。みたいね。じゃあこうかしら。はあ、やぼー。くっ、この女子何をするか。あら、ごめんなさいね。ちょっと空腹があり余ってるのよ。何やってんのさ、ドクロボ。その女はこいつらの仲間だ。始末しちゃいな。無理よ。私と違ってあなたたちにはクンフーが足りてないみたいだから。消えた。人間技じゃない。サンキューパイさん、助かったよ。いや、今のなんか突っ込めよ。消えてワープしてきたんだぞこいつは。困った時はお互い様って歌劇団の子たちがいるってことは、ここは俺たちの世界とは異なる時間軸の過去だ。状況は以前の戦いと同じだ、パイ。はあ、そういうことなのね。それで早速ピンチに陥ってたと。でもおかげで助かりました。敵が増えないで済みます。ドクロ棒のバカめ、魔性門を壊されるなんてさ、めんどくさい。ふんふんふん、面白い。あの娘、なかなかの踊りエネルギーの持ち主だ。もう許さんのである。お仕置きなのである。終わったか。話が長えんだよおめえらはよ。確かに。来るぜ。こっちも向こうも準備 OK って感じだな。よし、リトルリップシアターを守りつつ奴らを撃退するぞ。ええ、爆破なんてさせるものですか。その通りだよ。それじゃあみんなレディーゴー。第18話、摩天楼にドカーン。いや、ドカーンされたらダメでしょ。ヘルレイスからリトルリップシアターを守る。エリア内に侵入すると負け。そういうこと？ああ、ここね。なるほど。とりあえず味方のターンだから。まあ、まずストライダー飛竜はこれを回収するか。星の仮面。なんか良さそうなもん手に入れたな。そうすると全体攻撃をやりつつ倒していくのも良さそうだな。あとは箱を回収。ミックス組。横一列に防衛する感じでいいかな。そうするとまあ、この多分雑魚敵はほっといていいでしょう。こっちの真ん中の方もいるな。となるとやっぱ少し横に3回しつつ XP を貯めるか。あ、ブロック持ちか。まあ、そもそものヒットポイントが低いんで問題はないな。
少し前進するか。シール、やったぞ。一発もらった。クレッシャー、目標撃破。ミッションクリアしました。リンドウさんやそ。いいぜ、調査開始だ。私ね、チュンリーはまあ機動力高いからな。子供扱いしないで。父さん、お願いします。パキッパキッダンよ、捕まえた。飛んでけ。ちょっと残った。やっぱりブロック崩しも人それぞれに性能があるな。スピニングバードキック、ダイエットしなくて。スピニングバードキックって普通のスト2だと大して使えないからな。攻撃できるからこいつを攻撃しとくか。これも護衛の仕事だな。もらった。そこだ。車線が通った。と、まだまだ蹴り抜く。燃えろ。狙う。特別性だ、よく味わいな。チーズ解除するわ。吹き飛べ。チーズ甘いわね。オーケー。レオンは気絶がついてる代わりに攻撃力がちょっと弱いんだな。ジェネシス、ロックマンもこいつを攻撃しよう。ライジング、お願いします。悪を許すわけにはいかない。正義の炎だ。ミシェルハート、サイバーブルー、サイバーキャノン。悪は滅びる、それが世の常だ。キャプテンコルド、任務完了。Z サイバー、これで決める。当たれ。Z サイバー、これで決める。こいつらは攻撃一回で倒せんな。問題はない。来たー。すぐに切り替え。ゼロブラッター。Z サイバー、これで決める。ゼロブラッター。ハック。チャージショット。この勝利の意味は。よし、15レベル。ああ、我々の戦力。ライジングファイヤー&氷烈山。ストライダー飛竜にかかってくるとは愚かな。二の程を知れ。ああ、こいつらも来んのか。うん、近づいてきてるね。おっと、炎が出てきた。ダンテ、こいつもあれだな。複数技があるから複数技を使うか。ヒットポイント3133、絶対倒せんな。ハンチ地雷セット、ファイヤー。ギリギリだったな、一番上のやつ。なんとかなるもの。うおカウントは食らった。マジか、そういうキャラか。ちょっと問題ない。こっちから行こう。仕留める。この爆弾持ってる姿見ると完全に重労働者だな。ちょっと見てるのかわいそうになってきた。紐の逆落とし。式を対処。はい、終わり。あんまりダメージ当てすぎるとカウンター食らうんじゃないか。5554、 100% 食らうからな、そのまんま。もう少しこっちにおびき寄せるか。こいつらは、こいつだな、問題は。うん、大丈夫だ。あとチュンリー、左の部隊はコスモスに任せるだろう。もう一ターンくらい待つかな。調査開始だ。了解よ。そうか、あとあれだ、宝箱はどっかになかったっけ。こっち側はない。箱がどっかに、あ、もう全部取ったかな。じゃあ敵を倒すだけかな。なさそうだな。
よし、OK。爆弾魔は攻撃してこないのかな。完全防御しよう。これは技使ってくるからな、どう考えても。面白い。おお、いっぱいいる。踊り弾突撃。最後だぞ。なんか微妙に踊りなんだか踊りじゃないんだか、あいつの行動。中ボスキャラがいっぱいいるな。まずは敵を倒して、XP を稼がなくては。これなぁ、食らうんだよね。覚悟はできてるさ。遠くを見ている。目障りだ。あんまりダメージやってていいんだよ、そういうのはいらん。1080クロスブレイクか。6000。うおー、ちょっと後で全体回復させよう。コスモスでカウンター持ちは厄介だな。そう、こいつね、全然ブロック力あるんですよね。ブロック突破力。おお一番使った。ダメージ与えすぎだ。そうしたら普通にちょっと攻撃して、965、ちょっとギリギリで倒すのがいいんだな。まあそうは狙えないけど、いいでーい。あと爆弾魔どんだけ。爆弾魔を処理するのは楽だな。さくら攻撃できんな。こっちに行っちゃった。こいつらはねスキルを鍛えてないからね、ちょっとあんまり必殺技とか使いたくないんだよね。多分威力が弱いから。おお、ここから先はご遠慮願おう。踊り弾ほい。痛い。すっげえ範囲広い。チュンリー機動力があるからここに置いとこう。で雑魚敵は倒しておきますかね。お願いします。でこいつ横からぶん殴ろう。でなおかつ必殺技を使えば、23,000。おお、倒した。ボスキラーだなさすがの41,000とか。ジェミニサンライズ、僕は忘れてないよ。かつて僕に情けをかけたことをさ。お前を殺すときは情けなんて一切かけない。絶望の中で殺してやるよ。僕は逃げないよ、君が何度も来てもね。そして信長の復活もさせない。覇王の剣のハヘラは、ハヘラとかかけらかけらは星組のみんなが戻ってくればシアターからは持ち出せないよ。ジェミニ、覚えてろよ。ずいぶん憎まれてるのね、ジェミニ。罪を憎んで人を憎まず、僕は大丈夫。ランマルを止めなきゃ。あとどうしようかな。じゃあ分かったわ。こいつ一応殴れんな。こいつの弱ナイフだ。甘いわね。回転止め。うわー、クリティカル。そうだ、クリティカル出しちゃうとダメなんだ。めっちゃ食らうぞこれ。ずっとこんな戦い。うおー痛い。全体回復 50% を1個使おう。チョコレート、リンゴとチョコレートだったらチョコレートの方が、サンドイッチが一番すごいのね。あと 100% になってんなあいつら。まあしょうがないか。
完全防御でしのぐか。決まった。来るね。奇襲への対策なら、ま、少しでも稼いどくか。 15% しかないからな。よし、報告書が面倒な相手だ。16レベル。俺様だ。あ、こいつもいるのか。50% だから攻撃しとこうとか思ったら攻撃できなかった。崩された。爆弾魔はあと1人か。ゴッドイーターに任せるか。その爆弾ごと食ってくれよ。つい癖でクリティカルを出してしまう。うおー、ふむ、ボンバーメンはすべて片付いたようじゃな。オッケー、これでリトルリップシアターが爆破されることはなくなったよ。ええ、一安心ね。さあ、残りの敵に集中しましょう。お、消えた。よし、あと敵をぶっ倒すだけか。私たちだね。じゃあまずこいつを。唇は俺が切る。ブロックなしか。いいね。私たちに任せて。このね、主人公キャラはすっげえ XP の上がりがいいんですよね。まあそういうアビリティがついてるから。121。ドットハッカーズ届くか。届かないな。コスモスもちょっと敵が邪魔だな。それぞれ。お、こいつもブロックがない。よし、じゃあちょっと一回 XP を使うために右の方に行きますか。まず踊り団のこいつを殺そう。シャドウ、後ろから、ちょっと待って、チュンリーでやろう。後ろからやるとだいぶ攻撃力が上がるんで、まずブロック外したな、例によって。ホケくん、くるっと。これもプラズマパワーだから。ごめんね、ちょっと痛い。これで決まりよ。クリティカルなしで500当たるからな。よし、これは来たんじゃないの。来てない。でも倒した。オーケー、なかなかの腕だな。スペースチャンネル5、シャドウ、あなたの悪事もここまでよ。悪事など働いてはいない。踊りによる世界支配、それはすなわち幸福だ。誰かに強制されたハッピーなんて本当のハッピーじゃないわ。うららさん、いいこと言う。踊りウイルス完成すれば同じことだ。また会おうぞ、スペースチャンネル5。あの人、私たちのことスペースチャンネル5のスタッフだと思ってる気がする。よーし。めんどくさ。参ります。ためらんないな。こいつらが攻撃できそうだな。こっち、武器が足りないかも。うまく飛び込めればいいが。ここからよ。これでチェックメイトだ。ここからよ。94、95、96。微妙に足りん。あと一体じゃあぶん殴って。ブロックないと楽だな、マジで。これで本当はやつに攻撃を仕掛けられれば一番いいんだけど、届かない。無理か。しょうがないな。ちょっと分散しとこう。なんか範囲攻撃されたら厄介だし。敵の EP を減らすものはないよね、そんな都合のいいもの。完全防御しよう。
おお、これは応戦しなくていいや。58,000か、結構あるな。これも応戦しなくていいかな。普通の攻撃は大して食らわないから。そうすると、まずストライダー飛竜、こいつで減らしておこう。お、ブロックない。超強えなこれ。ラグナロク、うおー、これは倒しちゃうんじゃないのか、もしかして。倒した。異常だこいつの強さ。75,000とか。ちぃ、やめだやめだ、やっぱりよ、殺出されるなんて柄じゃねえ。サシズというのはパイロンからか。あの野郎が何をしようが知ったことか。俺は俺のやり方でやらせてもらうぜ。今のこの世界、いろいろおもちゃがあるみてえだしな。てめえ、これ以上俺たちの仕事を増やすんじゃねえ。しっかり仕事しな、アーバよ。デビルも好き勝手に働いているな。厄介な話だ。う、毒になった。あー、アリステージ届かねえか。50% はな、ためらんないと思うんだよね。いくらブロックがないとはいえ。うん、たまらんかったか。さて、じゃあこいつを誰で倒すかだな。私ですね、ブロック持ちか。どんと決めちゃいます。でもね、こいつのね、お、何、ブロック突破力が結構やると思ったのに。もう誰も傷つけさせない。よし、3万か、厳しいな。おお、使ってきた。痛い、死ぬ。カイトとハセオはちょっとこれから攻撃をしようって時にこれ使っちゃおう。なんかいいスキルあるかな、使えるやつ。ヒットポイント回復 30%、 そんなの持ってたんだ。バックアタック 50%、20% 回復、ディフェンス 100% アップ。バックアタック？サイドアタックとバックアタックって厳密に分かれてるっけ？ま、いいや。多くの仲間たちと共に相対距離を確認。シロブレード、永遠の剣よ。我が知らの道を涙を出して。固いところでごめんなさい。ああ、いっそやつばめ返し。うーん、どうだ。1万ってね、いくかな。あ、クリティカルが出なかった。あ、いったか。 OK、 だいぶ味方強くなったな。16レベル。負けはせん。負けを認めなければ負けではないのである。そんなヘリクツ認めないよ。やつらと合流して次こそは知略、いや、主に拳で叩きのめしてくれる。ガーハハハ。ああいう変にキャラ立ってる人ってしぶといんだよね。だが、うまくすりゃ重要なことをポロッと話しそうだ。次に会ったらいろいろ聞き出してやるぜ。OK。防衛に成功しました。周囲に敵生体の反応はありません。みんなサンキュー。嬉しいよ、リトルリップシアターが守れて。困った時はお互い様だよ。今はどっちかっていうと私たちの方が困った状況じゃない？自分たちの世界には帰れてないわけだからの。金の鎖がこの世界にもある以上、黙って帰るわけにもいくまい。だがどこにも見当たらぬ。もしや回収されたか。この世界にもオーマが来ていると。可能性は高いな。奴らパリの敵がどうのと言っていたが、
パリにも鎖が現れたという報告があって、大神さんとエリカさんが向かっているんです。ここで鎖を回収したのなら、次はパリと考えるのが自然かな。情報が足りん。お、電話だ。連絡が。え、大神さん、さくらくん、ジェミニも無事かい？てか国際電話は金がかかるぞ、大丈夫か？大神さん、パリからですか？そちらはどうなっているんですか？パリの怪人が復活したんだ。町の住人は避難させたが、戦いが続いている。こちらでも、ニューヨークの魔人が蘇って、異世界からも侵攻があったんです。なんてことだ、さくらくん、君は、そちらで情報を集めてくれ。俺はパリで。うわー！もしもし、大神さん？大神さん？やられてしまったか。さくらさん、大神総司令の身に何かあったんですか？残念だが、大神総司令は殉職なされた。わからないわ。でもパリの鎖は健在で、怪人たちも蘇ったと。これはパリに向かうべきだと思います。でも今からじゃ。空路なら数時間で行けるはずだ。飛行機を使ってですか？でもどこから？ここからじゃ。カムヒア、龍騎1号。なんでこいつの呼びかけに答えるんだ。お待たせ。何？アンビリーバボー。でっかいトレーラーが。俺たちが移動に使っている車両だ。こんななりだが飛行もできる。ニューヨークからパリか。飛行機だと7時間くらいか。5時間を切ってみせましょう。私の龍騎1号で。最悪の場合、緊急加速装置もあるし、かなり危険だけど。非常用のブースター？空も安全運転でお願いね、博士。ではすぐに立ちましょう。さくらさん、ジェミニさん、どうしますか？お願いします。今回の件、黙って見ていられません。正義のために、平和のために戦うよ。あ、僕も過激団の一員として戦うよ。じゃあ空の旅行ってみよう。まあ新参者はエコノミークラスだけどな。元からいるやつはビジネスクラスやファーストクラスをご提供しましょう。ここがファーストクラスか。かなり広いな。ここから約5時間のフライトだ。各自体を休めておいてくれ。ええ、休めるときに休まないとね。作戦が始まったらどうなるかわからないし。寝られる場所はあるの？君たちエコノミークラスはそのまま座席で寝たまえ。この龍騎1号には食堂や風呂がある。簡易ベッドも数はあるから眠れるぞ。そしてパソコンは使い放題。漫画も結構な数が揃っちょる。椅子も寝やすいリュックライニングじゃ。卓球やビリヤード台、ダーツもあったの。なかなか遊べる場所やで。体感ゲーム機などもあったな。昔よく遊んだものだ。ねえねえ、なんで遊ぶ？さては休む気ないな、お主ら。中身はこんななのに、飛行能力はジェット機以上か。あの博士もわけがわからんな。そのおかげでパリまで行けるんですから、文句ありませんよ。この車のこと、コーランに話したら作ってくれるかも。作れるか？何はどうあれ、今は待つのも仕事よ。いざ花の都パリへってやつね。ほい。で、今回出てきたのは歌劇団の人たちだから、あ、パイチェンも出てきたか。バーチャファイター、パイチェンよ。よろしくね。よろしくね。自分は帝国会議団。で、次大神くんかな。花組の隊長、大神一郎。帝国歌劇団花組、新宮寺さくらです。エリカ・フォンティーヌです。パリで、しかも歌劇団なんです。ニューヨーク歌劇団星組、ジェミニサンライズ。気流、うん、って感じか。というところで、では第18話これで終了したいと思います。